激戦、大接戦が予想されます。ジョーダンヘディングから戻して狩俣、狩俣が石之助についてスリーポイントシュート、フィッシュ。それに応えるのが得点ランクトップのボンズです。そしてボンズがまたカット、そのままダンクで決めてみせる。長崎が一瞬の隙を突きます。このパス飛び込んで自ら得点を奪ってみせました。しっかりと動きを見ていました。アベレージで2桁得点をキープしています。最高、ここはブロックショット、ポンズを止めたデイビスです。そしてファストブレイク、内田からダンクダンク、モンゴメリーの代名詞とも言えます。スリーポイントの上手い選手、そしてマックス久武から池田、ウィング自ら行ったスリーポイントシュート、池田雄一のスリーポイント。ボールを回して今度は内田がベイダウェイシュート、落ちたボールモンゴメリー、リバウンド掴んで右手でシュート、利き手ではない右手で放っていきました。左手で浮かせて右手で放っていきました。ボンズ、狩俣、おっとここはマークがいない、スリーポイントシュート、さすがのこの成功率。マット・ボンズ、ボールをもらってヘディングから狩俣、戻してヘディングからマット・ボンズのスリーポイントシュート。後半戦第3クォーター、前を見据えてプッシュしていきます。狩俣、優しく高平、そしてコーナーズに待っていたボンズのスリーポイントシュート連発。タイムアウトで、ハンドオフでオールマネアレックスから空いたです。空いたは高平を前にしてバンズパス、モンゴメリー、モンゴメリー対野口、マイナスパス受けてオールマネアレックス、バスケットナイスアシスト EJ ことになります。あ、失礼、クリスボではありません、シュート体制中ではありませんでした。さあ、そうボンズが掴んでスリーポイントシュート決まった。 B2 通算2000得点達成。ボンズを前にザッとボンズがボールを掴んだ、スティール成功、高平から狩俣、そしてボンズ、ボンズの躍動感あるレイアップ、長崎さらに加速。このクォーター開始前は青森が2点リードしていたんですが、デイビス2人に囲まれています。そんな中パスを出しましたが、ここはボンズがカット、ボンズから松本、松本がそのまま行ってバスケットカウント。さあデイビスに2人、ここはパスを早く回して福田からモンゴメリー、モンゴメリーを盛り返してウィングから福田のスリーポイントシュート、またボンズ、ボンズが行った、そしてキックアウト、小針からエクストラパス、ヘディングのスリーポイントシュート、ヘディング今日これで3分の2のスリーポイント。